最近みんな忙しいのかしら。私が LINE しても全然既読つかないし、返事が返ってこないけど。専業主婦で暇なやつばっかりなくせに。専業主婦は忙しいでしょ。それにあなたも専業主婦じゃなかったっけ。だから私はちゃんと LINE 返してあげているわよ。それなのにみんな返事をくれないんだから。なんでだと思う？正直興味ないんだけど、自分で思い当たることないの？みんなとは仲良く旅行に行ったり食事に行ったりしてるのに、いきなり嫌われる理由なんか思いつかないわ。なるみさんみたいに口が悪いわけでもないし。私は口が悪いわけじゃなくて思ったことを正直に言ってるだけ。どちらかというとあなたの方が感じ悪いけど。そういうところが意地悪なのよ。なんでみんな返事してくれないのかな。おかげでなるみさんに LINE する羽目になったし。時間つぶしで私に LINE してこないで。要件がないならもういい？だから要件ならさっきから言ってるでしょ。なんでみんなが私に LINE を返してくれないか聞いてるの。正直に言っていいなら言うけど。思いつくなら言ってみなさい。あなたドケチすぎてめんどくさい。は？食事行った時最初びっくりしちゃった。このハンバーグ美味しいから一口食べなよって言って分けてたでしょ。そんなの普通じゃない。それともあなた、自分の食べ物は他人に絶対食べさせたくないマンなの？問題なのはその後、あなた私のハンバーグを一口食べたんだからお金を払いなさいって100円要求してた。だってあのハンバーグ1000円したんだから一口100円ぐらいもらわないと。あと食事会に他のママさんを乗せて一緒に来たりして。それも当然のこと。なるみさんと違って私は友達が多いからみんなから頼られてるの。鈴子さんが送っていくって聞かなかったって聞いたけど。どうせ方向が一緒なら一緒に行った方がいいでしょ。その後ガソリン代要求したんだってね。それも車で5分ぐらいしか走ってないのに1000円も。私の車に乗せて送ってあげたのよ。タクシーだってそれぐらいの金額するでしょ。タクシーの方が安いわ。それに頼まれたわけじゃなくて自分からご利用しで行ってくるくせに、後でお金を請求するとかタチ悪すぎ。だってガソリン代出したのは私なのに、なんでタダで帰ろうとするのよ。これだから一般常識がない人って困るのよね。そういうのの積み重ねでみんなから距離を置かれてるんじゃないの。正直みんな一緒にいたくないって言ってた。え？そうなの？いつどこで何の請求をされるかわからないから一緒にいたくないって言ってた。なんでなるみさんがそんなこと知ってるの？ママ友の間で有名だからね、この話。みんな我慢の限界を迎えて、今後食事会には誘わないっていう人が出たんじゃないかな。私は当然の請求をしただけなのに、どうして？私が悪者みたいに言われるとかありえない。めちゃくちゃ感じ悪いわ。私だってそんな人とは一緒に旅行や食事行きたくないもん。その考え方を否定する気はないけどさ、お金を払えって言うんだったら先に言ってもらわないと。そんなの常識でわかるでしょ。いちいちこれはいくらですとか説明するわけない。そんなことをするからみんな騙されたと思うの。後出しでお金を請求されたら気分良くないし、鈴子さんだって嫌でしょ。私は全然嫌じゃないわ。言われたらお金払うつもりだけど誰も言ってこないんだもん。みんなが言わないの分かってて言ってるんだ。本当に悪質だな。そんなのが理由で距離を置くわけないでしょ。さっさとちゃんとした理由考えなさい。知らんがな。はあ？そんなの自分で考えて、私だって暇じゃないんだし。まあ十中八九私が言ったので合ってると思うけど。そんなのありえないから。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私が今 LINE をしていたのはママ友の鈴子さん。彼女はドケチなことで有名なママ友。何かするとすぐにお金を要求してくるめんどくさい人。私は彼女とあまり親しくないから被害には遭ってないんだけど、他のママさんは結構被害に遭ってるみたい。今の LINE を見る感じ、みんなから距離を置かれてるんだろうね。じゃあ私はみんなから嫌われてるってそう言いたいのね。それじゃあ私より人気者のなるみさんなら幹事なんて朝飯前ね。いきなり何の話？来月の旅行の幹事あなたがしなさい。なるみさんが言うには私相当嫌われているみたいだから、みんなに好かれてるなるみさんがした方がいいでしょ。別に嫌われてるとは言ってないけど、気になるならどうして LINE 無視するのって一人一人聞いてみたら。結構迷惑だと思うけど。
そんなことできるわけないでしょ。とりあえずあなたが旅行の準備しなさい。ちなみに旅館とかも何も決まってないからよろしくね。別にいいよ。え？いいの？でもなるみさんってシングルマザーで忙しいんじゃ。今月は仕事落ち着いてるし、正直あなたが幹事してると全然話まとまらないなって思ってた。私の仕事にケチつける気？必死にみんなの意見を聞いてあげてたのに何なのその態度。みんなが意見を出しても結局全部無視して自分の意見を押し通すじゃん。その後みんなからそれはちょっとって言われると逆ギレしてたし、1ヶ月前なのにまだ旅館も決まってないのは正直鈴子さんのせいだと思ってる。私は自分が泊まる場所に妥協はしたくない。安すぎても質が落ちるし、高すぎるとこなんて絶対出したくない。私に幹事を任せたってことは、私がみんなの意見を聞いてまとめて進めていく、それでいいんだよね。ふん、好きにしなさい。どうせみんなの意見をうまくまとめることなんてできないんだから。私に泣きついてくるのが目に見えるわ。じゃあ今回の旅行は私がプラン考えるから、それじゃまたね。なんかムカつく。旅行当日。今日のあれどういうこと？何の話？なんでレンタカー代がみんなで割り勘なのよ。マジで意味わかんないんだけど。意味わかるでしょ。みんなで車を借りたんだから人数で割るのが当然。だってレンタカーを借りてみんなの家を転々として回ったのよ。私の家は最後だった。これがどういうことかわかるわよね。わかんないんだけど。つまりレンタカーを借りて私の家に来るまでのガソリン代は払わない。だから私は500円安くするべき。こんな当然なこともわからないなんて、幹事を任せたのがあなたで失敗だった。そんなふざけたこと誰が許可すると思ってんの？文句あるならもうレンタカー乗らなくていいよ。タクシーで帰れば。タクシーで帰ったらいくらになると思って。それが嫌だったらちゃんとお金を出すこと。お金を出すか自力で帰るか選んで。ムカつくわね。わかったわ。じゃあレンタカー代はしょうがないから出してあげる。でももう一つ気に食わないことがあるの。はあ、今度は何？私ここの旅館の費用を払わない。はあ？だってここの旅館は私が予約したものじゃないし、正直気に食わないのよね。私が計画した旅行じゃないからお金は1円も払わない。ならあんたの分はキャンセルするわ。え？そんなに旅館が気に食わないなら自分でビジネスホテルでも予約して、すぐに旅館の人に言うから待ってて。ちょっと待てよ。そんなことしたら 100% のキャンセル料がかかるんじゃないの？実はここ私の知り合いがやってる旅館でね、お願いしたらお金は払わなくてもいいってことになると思う。ちょっと冗談でしょ。今から私一人で泊まる場所を探すなんて無理なんだけど。なるみさんがお金を払ってくれればいいじゃない。絶対に嫌。あなたみたいな自己中わがまま女のためには1円たりとも出したくない。なんでそんなこと言うの？せっかく旅行に参加してあげてレンタカー代だって出すって言ってるのに。旅行に参加しなくて結構。レンタカー代も出したくないなら自力で帰ってどうぞ。わかったから。とりあえずお金払うからそれで許して。キャンセルなんかされたら私行くあてないし。じゃあ文句言わずちゃんとお金払ってね。それじゃ。なんでこうなるのよ。次の日。私のなるみさんに迷惑をかけているようですね。本当に腹立たしい。ゆりさん、なるみさんに迷惑なんてかけてない。逆に私の方が迷惑かけられてるくらいなんだから。お金を払えと散々なるみさんに言っていたではありませんか。なるみさんにそんな LINE するのやめてくれません？仲いいとは思ってたけど、そんなことに口出しするなんて。クラスに一人はいるおせっかい女って感じ。今日は別行動にして正解だった。なるみさんの顔見るとムカつくしね。奇遇ですね。私もあなたの顔を見ているとムカつきます。あなたの顔をボコボコにして変形させ、原型をとどめないくらいにぐちゃぐちゃにしたいと思っています。は？何言ってんのよ物騒ね。私はなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんに2年前痴漢から助けてもらって。その話なら何回も聞いたって。だからなるみさんのことが大好きで、なるみさんは天使でちゅーでしょ。ゴミ虫のくせに記憶力があるなんてびっくりです。ゴミ虫？
てっきり人間の言葉も理解できないおバカさんだと思っていたのに、えらいえらい。私のことバカにしてる？バカにするというか相手にしていません。ちなみにそこはなるみさんの知り合いの旅館ではありません。そうなの？もし知り合いの旅館だとしても、なるみさんは人に迷惑をかけるようなことをしません。当日キャンセルなんてするわけないじゃないですか。じゃあ嘘をついてたってことね。今すぐ LINE してやる。もうブロックされているから、その LINE が見られることはありません。ブロック？私のことを騙して逃げようっていうのね。許せない。黙って聞いてればゴミ虫はよくわめく。許さないのはこっちのセリフだ。何よ。なるみさんに迷惑をかけるやつは許さない、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 許さない。どうしてあなたのような人間が生きているのですか。ちょっと待って、ゆりさん、なんかいつもと感じ違くない？っていうかなんか変だし。ずっと我慢していたんです、あなたのような人間が生きていること。なるみさんに迷惑をかける人間はこの世から消えればいい。いいえ、消えるなんて簡単な方法は選ばせない。生きていてごめんなさい、早く行かせて。そう言いたくなるまで絶望させて、それから。ちょっと待ってよ、私そこまでのことをゆりさんにしてないのに。それにさっきからなんか怖いし。私にしてなくてもなるみさんにしているじゃないですか。なるみさんに強い物言いをするから前から気に食わなかったんです。でもなるみさんは優しいから、そんなことでは仕返しさせてくれない。でもあなたがやっとふざけた行動をしてくれたから、正々堂々罰することができるんです。前から目をつけてたってこと？私が何かやらかして仕返しできる機会を伺ってたの？なるみさんは優しいので、意地悪したらダメだって言うんです。でもなるみさんに危害を加えたら意地悪してもいいですよね。ね、ね、ね。結局お金だって払ったんだからいいでしょ。あなたはみんなにお金を払えという割に自分は払いませんよね。それはみんなが私に請求しないからね。請求したらちゃんと払うつもりだもん。まあ今まで一回も請求されたことないけどね。64万5830円払ってください。え？今まであなたがみんなに借りてきたお金ですよ。私お金なんて借りたことないけど。去年の1月18日の食事会で藤田さんからケーキを一口もらい50円。何それ。お子さんのお迎えを去年の1月20日に久保田さんに頼み、ガソリン代500円。ここで一つ一つ言うのは大変なので、後で紙で送りますね。何月何日の何時に誰にいくらお金を借りていたのか分かりやすくまとめています。それってまさか今まで私がしてたようなことを全員分まとめてるってこと？そうですね。2年前から毎日書いてしっかりと残しています。私がいない食事会でもあなたがどこで何をしたのか知っています。え？なので心配しなくても全部ちゃんと書いてありますよ。こんなの払えるわけないじゃん。払わなくてもいいですが、その場合は体で払ってもらうことになります。体でって私に体を売れっていうの？はい、その言葉通りに内臓や眼球、髪の毛などを売っていただきます。現金で準備するか体で払うか選ばせてあげますよ。ゆりさんだったら本当に体で払わせようとしそう。すぐに信じてくれてよかったです。裏で聞いたのよ、都市伝説みたいなものだけど、ゆりさんはヤバいやつだから絶対に怒らせたらいけないって。私が怒るのはなるみさんに迷惑をかけた時だけ。こんな簡単なことなのにみんな破るんですから、困ったものです。お金は準備します、現金で準備しますから、どうか体だけは許して。お金は私が徴収しに行きますので、お忘れなく。その後、一括では現金を用意できなかった鈴子さんは分割で払うことを約束したんだそう。ゆりはお金をしっかりと払うようにと月ごとの請求書も作ったみたい。彼女はそれを払うためにアルバイトを始めたみたいなんだけど、昼のアルバイトだとお金が足りず夜の仕事を始めたんだって。朝から夜まで働いて、そのお金は全部ゆりに払う生活ってどんな気分だろうね。自分のお金を自由に使えるわけでもなく、
残るのは疲労感だけって最悪な気分だと思う。その後他のママさんにユリが徴収したお金が返ってきた。みんな帰ってくると思ってなかったから臨時収入だって喜んでた。お金を受け取れないって遠慮する人たちにもユリと鈴子さんが説得に行くんだって。あのドケチだった鈴子さんが、このお金は私のものじゃなくてみんなのものなので受け取ってください、お願いしますって言ってるもんだからみんなびっくりしてた。まあなんでそんなことになったのかはもう想像つくでしょ。横に顔は笑ってるのに内心1ミリも笑ってない人がいるんだから、そういうしかないよね。年初、水木さんは私に旅行を送ります。なぜなら自分ばっか旅行行ってずるいからです。萌実のために頑張って尽くします。かしこ。何これ、お笑いのネタか何か。勝手に人の LINE をネタ帳にしないでほしいんだけど。違うよ、年初だよ。辞書で年初の意味調べてくれば。何この意味のわからないメッセージ、純粋に怖いんだけど。そうだよ、私は怖いんだから。水木さんってさ、学生時代とか地味だったタイプでしょ。私はそうじゃないんだよね。違う意味で怖いでしょ。ここまでのバカがどうやって生活してるんだ。そっちの方がよっぽど怖いよ。知ってる？私には強いバッグがついてるんだよ。強いバッグね。中にダンベルでも仕込んでるの？ああ、何言ってんの。私のバッグは地元の先輩なんだけど、先輩めっちゃ怖いからね。バッグって言いたかったの？だからさっきからバッグだって言ってるじゃん。水木さんって頭悪い。ダメだ、朝からこんな話聞いてると頭痛くなってくる。出勤前にこういうのやめてよね。じゃあ今度の土曜日よろしくね。何の話してるの？埼玉行くんでしょ、ムーミンのとこ。それ私におごってね。一緒に行こう。バカなの？いやバカか。ちょっとあんたね、ムーミンバレーパークのことでしょ。そうよ、私におごれるなんて水木さん幸せよね。なんでそんな偉そうにたかりしてるの？頭の中でお花畑とか育ててる感じ？違うわよ、だって水木さんの旦那って医療ソーシャルワーカーなんでしょ。そうだけど。はい、うちよりも下。ん？だってうちの旦那は看護師なんだよ。それが何？医療ソーシャルワーカーと看護師比べてごらんよ。看護師の方が上に決まってるでしょ。いや、決まってるの意味が全く理解できないんだけど。どっちかっていうと萌実さんの頭が決まってるように思えるわ。はあ？意味わからないんだけど。医療ソーシャルワーカーって便利屋みたいなもんでしょ。それにバリバリ現場で働いてるうちの旦那のが上ですから。ママ友の序列は旦那で決まるって知らないの？こりゃ離婚されるのも当然だわ。は？旦那って言ってるけど、そもそも萌実さんこないだ離婚したでしょ。ちょっとなんでそんなこと知ってるのよ。みんな知ってるよ、旦那さんがいろいろ説明していったし。あいつ。そもそもの話、お子さんが転校していったんだし、みんなある程度事情は把握してるよ。萌実さんはもともとトラブル多いし、ようやく離婚かって感じ。慰謝料払って。離婚のこと知られてるなんて初めて知った。慰謝料払ってよ、旅行連れてけ。なんだこいつ。私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学1年生の娘、そして老猫のニャニャマルと暮らす兼業主婦です。萌実さんはもう一言で言うとヤバい人。なんかもうぶっ飛んじゃってる感じ。年々悪化していって、ついに旦那さんはお子さんと逃走、離婚も成立したんだけど、萌実さんが残されちゃったんだよね。ああ、早く引っ越していってくれないかなというのが本音かな。正直こんな人が近くに住んでるってだけでストレスだから。私姉とムーミンバレーパークに行くことになってたんだけど、なんか一緒に行きたいって大騒ぎするし、なんでこういう人って便乗したがるんだろう。仲良くない人と行くくらいなら一人の方がいいと思うんだけどね。ま、久しぶりに姉と二人の旅行だから楽しもっと。私は三姉妹の真ん中だから、姉妹旅行はいつも三人。でも今回は姉と二人、こういうのも新鮮でいいなぁとワクワクしていたら、まあそうだよね、そういう流れだよね。旅行当日、
ほら、ムーミンバレーパークまで来てやったわよ。もう1時間も待ってるんだけど、あんたらまだなの？後ろ。え？ひぃ！ちょっと何よあの女。ああ、萌美さん逃げちゃった。でも逃げても無駄だと思うよ。あの人足も速いから。何よあの女。一体何者なの？なんであんなおっとりした見た目なのに腕ムキムキなの？しかも笑顔でこっちを見てくるんだけど、目が笑ってない。めっちゃ怖い。へえ、萌美さんみたいなアホにもわかるんだね。そうなんだよ、あの人怒ると笑顔になるんだよね。それはめちゃくちゃ怖いったら。どうしよう、今駐車場まで戻ってきたんだけど、だんだんと車に近づいてくる。あの人何者なのよ。私の姉だよ。あ、姉？そうか、姉妹で旅行なんだっけ。うちの姉ムーミンが大好きでさ、すっごくこの旅行を楽しみにしてたの。それを邪魔されると思って怒ってるみたいね。私まだ何もしてない。何度も断ったのに便乗しようとしてんじゃん。はっきり言って気持ち悪いんだよ。マジでしつこい。だからと言って何よ。なんであの人があんなに怒るのよ。ここまで説明したのに理解できないの？楽しみにしていた旅行を邪魔しようとする人がいるんだもの。それでうちの姉怒っちゃったみたい。なんか筋肉見せてくる。大丈夫よ、手を出したりすることは絶対にないけど、ただ威圧してるだけでしょ。何よその野生的な行動。ちなみにうちの姉高校生の時にレスリングの全国大会で優勝してるから、今も趣味でいろいろな格闘技やっててね、あちこちからスカウトされてるような人なの。だから根性もあるし、絶対に逃がさないと思うよ。いやー、我が姉ながら恐ろしい。ムキムキの筋肉を見せつけるだけでアホを撃退するなんて。恥ずかしいから言わなかったんだけど、うちの姉シスコンでね、せっかくのムーミンバレーパークを邪魔されたくなかったのは本当。でも私が前から愚痴を言ってたから、それで一番怒ってるんだろうね。とにかく萌美さんは逃げていったのでこれで安心。私たちはゆっくりムーミンバレーパークを堪能できるよ。もうどこに行っても可愛いんだよ。原作を再現したムーミン屋敷とかもあってね、ファンにはたまらないの。北欧デザインが好きな方にもおすすめだよ。ラウンジとかカフェもあるんだけど、温かみのある内装っていいよね。おすすめはシナモンロール、美味しかったな。こうして私たちはムーミンバレーパークを満喫。自然もいっぱいで、歩くだけでリフレッシュする感じがたまらないね。いおりお姉ちゃんがグッズ買いまくってて微笑ましかったな。私もたくさんお土産買って楽しく帰宅したよ。数日後。あんたのお姉さん何とかしてよ。何の話？あれからなんか周りにマッチョが増えて、あんたの姉がなんかしてるんじゃないの？いや、別に何もしてないと思うけど。そんなはずない。だってこんなにマッチョが多いなんて、みんな普通の人に見えるけど、よく見ると筋肉があるのよ。まあ今の世の中筋トレやってる人も多いからね、別におかしな話じゃないと思うんだけど。おかしいわよ、どう考えてもおかしい。今日はウーバー頼んだら格闘家みたいな人が来るし。別に仕事しながら格闘やってる人は結構多いでしょ。じゃあうちの目の前の工事はみんなムキムキな人ばっかりよ。絶対にあんたの姉が関与してるでしょ。そりゃあ肉体労働なんだからマッチョになるでしょうよ。てか、なんでそこまで怖がるの？うちの姉、萌美さんに何か言ったわけでもないでしょ？目よ。目？私にはわかるわ。あれは何かやってる目よ。あのね、うちの姉を何だと思ってるのよ。そんなこと言うと余計に怒ると思うけど。お願い許して。私もう引っ越しすることにしたから。え、そうなの？それはよかった。だからもうやめさせて。もう嫌よ。水木といおりのライン。え、やだ、あの人そんなこと言ってるの？そうなの、なんかお姉ちゃんの筋肉を見てから筋肉見るのが怖くなったみたいだよ。普段偉そうにしている人ほど弱かったりするものよね。でもよかったわ、迷惑な人がいなくなって。水木ちゃん大丈夫かなって心配だったの。お姉ちゃんありがとうね。でもドキュンママには慣れてるし、私もメンタル強い方だから全然大丈夫だよ。
こら。え？それはダメよ、みずきちゃん。慣れているからといってストレスがないわけじゃないの。いつの間にか溜まっていっちゃうんだからね。あ、確かそうだね。お姉ちゃんの言う通りだわ。萌美さんが引っ越していってから前みたいにぐっすり眠れるようになったもん。でしょでしょ、よかったわ。さて、私これからお友達のみんなと会ってくるの。そうなんだ。私もそろそろ作り置きのおかずでも作ろうかな。ピクルスいっぱい作るからまた持っていくね。あら嬉しい、ありがとうね、みずきちゃん。さて、マッチョなお友達のみんなに今回のお礼しましょうね。うちの妹に迷惑かけたんだもの。許すわけがないのよ。萌美さん、どこに行ってもマッチョな人が現れるとかでノイローゼになって引っ越していったんだけど、こうして悩みの種だった人がいなくなり私は快適に。やっぱりお姉ちゃんはすごいな。筋肉だけで全てを解決しちゃうんだもの。ちなみに萌美だけど、引っ越し先ではおとなしく暮らしているみたいだよ。今は倉庫で働いてるんだけど、周りにマッチョが多くてね、その人たちの言うことをちゃんと聞くって噂だよ。どんだけ筋肉が怖いんだか。さて、これから妹と妹の彼氏が遊びに来るんだ。この間ムーミンバレーパークで買ってきたお土産を用意して、お茶やお菓子も揃えてっと。にゃにゃまるも大好きな二人が来るのわかるんだね。朝から超ご機嫌だよ。私も久しぶりにお姉ちゃんとゆっくりできて、なんだかここ最近ご機嫌なの。いや、姉と妹がいるって最高だね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。